これまた手伝ってね。あ、そう。もう一席お付き合いのほどお願っておきますが、まあお疲れでしょうけどね、これが最後でございますから、どうか最後までね気をしっかり持っていっていただければと思いますね。落語はね、先ほども申し上げた通りいろんなところでやるんですが、やりにくいところっていうのもありますね。これもね、ついこの間荒川区のね教会でやったんですよ。教会ね、キリスト教の教会、やりにくかったですな。私がこの喋ってる真後ろでね、キリストさんがこうなってる、笑いにくいですよね。でね、あの建物は立派なんですよ。大勢の方がいらっしゃいましてね、ところがああいうところはね、声がこのやる響くんですな、弾むんですな、グワングワンと。お、こんにちは、お、ハッさんじゃないか、まあまあ周りっていうのがね、スムーズに落語はできないんですな、響くんでね、こんにちは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 、ハッさんじゃないか、ハッさんじゃないか、ハッさんじゃないか、なんか感動的になりましたね。まああの私はね、これまであんまりこの病気らしい病気をしたことがないんですがね、今年の夏7月にね、突然あの帯状疱疹を患いましてね。帯状疱疹ってお聞きになったことあります？体にね湿疹ができるんですよ。結構痛いんですこれがね。私の場合1ヶ月ぐらい苦労しましたけどね、このお医者さんにね、原因は何ですかって聞きましたらね、過労となんかストレスなんだそうですよ。我が身を振り返ってみますってとね、過労っていうのはどうもね、去年の夏の疲れが残ってたんですよね、これ。去年の夏の疲れが。でストレスは何かっていうとね、まず一番にね、私はあの女房、家内と同居してるんですよ。どういうわけか。もうそれがね、もう最高のストレスでね。うちの家内はね、普通の家内じゃないんですよ。頭に尾がつくんです。おっかないんです。おっかないですよ。だからストレスがたまりますよ。で2番目のストレスとしましてはね、あのプロ野球のね、横浜 DeNA ベイスターズの大ファンなんですよ。ね、もう弱いです。大体毎日負けてますよ。で不思議なことに、忘れたことに頃にパッて一つ勝つんですな、あれ。あれ昨日はなんか負けたっていう話聞かねえな、おかしいな、よくよく見てみると雨天中止だったりなんか。これはね、ねえ負けるわけないですからね。何を喋ろうかな今日は。まあ落語の方ではね、小話っていうのがありましてね、この神様にまつわる小話っていうの結構あるんだそうですよ。例えばね、ドイツ人とフランス人とロシア人が3人がね、遠い無人島に流されましてね、3年間待望生活を強いられた。まあこの3人はね、お互いに助け合って3年間無事に過ごすことができた。そこへひょっこり神様が現れましてね、お前たちよく3年間辛抱したと、ついては1人につき2つだけ願いを叶えてあげよう、何なりと言いなさい。最初のドイツ人が、はい、一杯のビールをください、そして祖国ドイツへ返してください。分かった、願いが叶えられてドイツへさーっと帰っちゃう。2人目のフランス人が、一杯のワインをください、そして祖国フランスへ返してください。分かった、願いが叶えられてフランスへさーっと帰っちゃう。3番目のロシア人が、一杯のウォッカをください、あ、そうだ、飲み友達が欲しいんだ、さっきの2人を戻してくださいみたいな。こんなのありますけどね。まあでもね、神様ってのはいた方がいいんでしょうね。私もね、帯状疱疹の時はね、神様に お願いしましたよ、早く治るようにってね。世の中ね、いろんな宗教がありますけどもね、神道仏教ね、キリスト教、ユダヤ教、イスラム教、オウム真理教、いろいろな宗教がありますけども、この一家の中で、一つの家族の中でみんな同じ宗教だと特に問題はないんでしょうけどね、これが違うってと厄介ですな。
親子の間でもね、宗教が違う程度対立が激しくなるようでございましてね、番頭さん、すまないね、こっちへ来てくださいな。いやね、お前さんに来てもらったのは他のこっちゃないんだよ。お前さんにちょいと相談したい。というのはさ、うちのせがれのことなんだよ。あ、若旦那様のことでございますか。そうなんだよ、あいつはね、近頃ね、店が忙しいってのにだよ、なんだか公会堂だか教会堂だか知らねえけどさ、西洋の神かなんかに凝りやがって、今朝も出たっきり帰ってこないんだよ。もう帰ってきたらみっちり叱ってやろうと思ってんだ。あ、お旦那様、そのことでしたら一言申し上げます。若旦那様は何も博打に凝って金を湯水のように使うとか、あるいは大酒を飲んで大暴れをするとか、あるいは女狂いをしてるとか、そういうことではございません。信心のことでございますので、お帰りになりましてもあまりお叱りになりませんように。はいはいはい、信心結構ですよ信仰大いに結構だ。だがな、うちには古くから先祖伝来、浄土真宗というありがたいご宗旨があるんだ。だったらなぜそれを拝んでくれないんだ。今日はね、もう私は我慢ができないんだ。もう今日は帰ってきたらね、みっちり叱ってやろうと思ってんだよ。まあお前さんがいるってえと切っ先が逃げるから、まあ店の方はね、お前さんに任せるから、もう決してね、止め立てをしてくれては困るよ。もうせがれが帰ってきたらね、こっちにすぐ通すようにな、店のもんもこっちに来ないようにな、頼みますよ。本当にあいつは今頃どこ行ってんだな、まったくな。誰だそこへ来たのは。こっちに来るなと言ったのに。何、せがれが戻ってきた。ああ、じゃあ通しなさい。本当に、まあ誰だそこへ来たのは。伊三郎か。入りなさい伊三郎、入りなさい伊三郎、入りなさい伊三郎、入りなさいって言ってんの。はいお父様。なんだこれは。はいお父様、私のことを今何とお呼びになりました。何とお呼びになったら、伊三郎って呼んだんだよ。お父様、それではやきません。私のことをイザベールとお呼びください。何がイザベールだよ。俺がお前のことをイザブロって名前をつけたんだ。何がイザベールだよ。お前な、店が忙しいっての分かってんだろう。猫の手も手で借りたいぐらいなのに、まあそれを、ね、朝から出かけがあって、一体どこ行ってたんだ。はいお父様、本日は陶器ドイツランドからフンデス・ユンデルという牧師様がいらっしゃいまして、その方のお話を聞いていたのであります。情けねえ野郎だ。どこのドイツだか知らないけど、ふんどし売るんでるなんて、そんな野郎の話を聞いて一体何になるの。お父様、違います。どこのドイツでふんどし売るんでるではございません。ドイツランドのふんでする。うるせえな、お前は。何でもいいんだろ。お前な、近頃お前仏壇の前を素通りするっていうじゃねえか。なぜ阿弥陀さんに手を挙げて拝んでくれないんだ。はい、私も以前は誠の神があることを知らずして偶像物を拝んでいたのでございます。この野郎、なんてもったいないことを言うんだ。いいか、阿弥陀様というお方はだな、法蔵菩薩の昔、世辞大王仏の妹にお使い遊ばされてだな、我調整の願をかけ、その願成就せば昇格を取らずとお使い遊ばされてだな、五行という長い間火の中水の中難行苦行を遊ばされて、ついに阿弥陀様という尊い御仏におなり遊ばされた。我々もついに愛金を与え、お待ち儲けの極楽浄土に参らせていただける、このありがたさ。ありがたや、ありがたや、生身だぶす、生身だぶす。このぐらいありがたいんだ。お前の西洋の神ってのはどのぐらいありがたいんだ。はい、お父様、我々の信ずる天の神は我々の作り主なのであります。この野郎、起きてて寝ぼけてると承知しねえぞ、お前。お前をこしらえたのはな、死んだばあさんと私で二人でこしらえたんだ。もう誰にも手伝ってもらったことはねえんだ。はい。確かにこの肉体5体をお作りくださいましたのはお父様とお母様であります。しかしこの肉体に知力能力はたまた魂をお作りくださいましたのは天の神様なのであります。じゃあ何か、天の神ってのは死んだばあさんと私たちの間に三角関係でもあったというのか。お父様、落ち着いてください。我々の信ずるところの主イエスキリストは陶器ユダヤの国で夫を持たぬ清き少女のお腹に宿られたのであります。そうだったらタバコ屋のお花じゃねえか。タバコ屋のお花と一緒だよ。お父様、違います。
タバコ屋のお花をはらませたのは建具屋の犯行なので、そうか、建具屋の犯行か、建犯か、ちっとも知らなかった。そうだろうな、あいつは目つきが悪いから、建犯か。いや、お父様、建犯はどうでもよいのであります。我々の信ずるところの主イエス・キリスト、当期ユダヤの国で、馬小屋でその産声を発せられたのであります。それは聖徳太子。聖徳太子だよ。馬宿の王子って言われてたんだよ。え？ハンカチ王子とかなんとか王子の走りだよ。偉い人だったんだよ。日本の仏教の礎をこしらえた人なんだよ。そんなお前、偉い人と一緒にするやつがあるか。なんだこれは。お父様、オーマイゴッドでございます。オーマイゴッドでございます。これは当期ユダヤの国のお話なのであります。ある時そのユダヤの国に飢饉が突然襲ったのであります。人々が残らず飢え苦しみました。我々の信ずるところの主イエス・キリストは天に向かって、天にまします我らの神を、願わくばこの迷える子羊たちを、人民をことごとく救いたまへとおっしゃったであります。するとどうでしょう、天から水が下り、スープが下り、パンが下り、肉が下り。こんな野郎、天が腹を下したっていうのは下らねえ。なんだ今度は、なんだこれは。アーメンでございます、アーメンでございます。人々は皆救われたのであります。ところがその行為が時の帝の怒りに触れ、我々の信ずるところの主イエス・キリストはついに十字架の刑に処せられたのであります。ネズミ小僧と一緒、ネズミ小僧と一緒だよ。そうなんだ、ネズミ小僧もな、いろいろ恵まれない人に施しをしてたんだよ。うん、それで最後はね、貼り付けになっちゃった。お父様、泥棒とは違うのであります。我々の信ずるところの主イエス・キリストは、それを怒りともおぼせず、また勝利の戯れともおぼせずして、我を十字架に貸した者の罪をも許したまえとおっしゃったであります。なかなか言えることではございません。お父様、目覚めてください。お父様、目覚めてください。私は目覚めてますよ。私は16の時吉原行って初めて目覚めて、それ以来ずっと目覚めっぱなしだよ。なんだこれは、なんだこれは。ジーザスクライストであります、ジーザスクライストであります。我々の信ずるところの主イエスキリストはなんとその3日後に見事復活をなされたのであります。ノリアのばあさんだよ、ノリアのばあさんと一緒だよ。そうなんだよ、この間ね死んじゃったんだよ。うん、みんなでね役場へ連れてったんだよ。火にくべた途端だよ、熱いなんて引っかかっちゃったんだよ。時はびっくりしたな、前よりな、今元気になっちゃったんだよ。お父様、そんなことはどうでもいい。うるせえなお前は、こんな野郎。え、お前の言ってることはさっきからちっともわからねえや。なんだじいさんクライストとは、じいさんクライストとはなんだよ。お前のじいさん暗くなかったよ、明るかったんだよ。わははわはは笑って生活してたんだよ。最後はな、寄せ行って死んだ。あんまり笑いすぎてな、うん、息が吸えなくなっちゃったんだ。お父様、落ち着いてください。さあ、お父様、賛美歌を歌いましょう。賛美歌。慈しみ深き友なるイエスは、ロン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 。わからねえんだろ、歌が。お父様、とっても痛いです。お父様、とっても痛いです。わかりました。主の教えに何時右の方を打たれたら左の方を出しなさいとおります。どうぞお父様、左の方をお打ちください。打ってやら、アウチアウチ。普通は打たないもんです。すっごく痛い、すっごく痛い。わかりました。古き羽村美法典に目には目を、歯には歯をとり、お父様、許しません。お、なんだ、お、おやめください、おやめください、おやめください。なんだお前、番頭じゃないか。あれほど前、止め立てをするなと言ったね。そうではございません。大旦那様、大旦那様は私にとってはご主人様、若旦那様は私にとってはご主人様、ご主人様同士の喧嘩を止めないわけにはまいりません。大旦那様、昔から、修論はどちら負けても釈迦の恥と申します。そりゃそうだ。さすが番頭、いいことを言う。修論はどちら負けても釈迦の恥だ。こんなバカ野郎と喧嘩をしてる方がよっぽどお釈迦様の恥だ。もういい、お前好きなようにしろ、勝手にしろ。まあまあ若旦那様、おやめください、おやめください。またお二人でゆっくり話し合われたらいかがでしょう。落ち着いてください、落ち着いてください。あ、お二人とも落ち着かれましたか。ああよかった。待てえ番頭、なんだこれ。お前は浄土真宗、浄土真宗って言うからうちに雇い入れたんだ。お前は浄土真宗じゃないのか。はい、私は以前から
隠れキリシタンでございます。どうもありがとうございました。お疲れ様です。